はい、本日はこのね、小田急のロマンスカーに乗って伊豆箱根まで旅行に行ってきたいと思います。じゃじゃーんと、今日はね、展望車で行きます。まあ、展望車って言っても一番後ろの席ですけど、ここだけ反対側を向いているっていう。ずっとバックステ状態で箱根まで行きます。展望席かなりそうオープン感があるので乗ってて気持ちいいですね。はい、今箱根登山鉄道に乗ってます。かなりの勾配を登っていってます。ここから見えるかな。今からスイッチバックであの急勾配のところを登っていきます。はい、今ね、強羅駅に到着しました。かなりね、硫黄の匂いがします。温泉街来たって感じですね。これからね、ちょっとしたらあのホテルから迎えが来るので、そのバスに乗ってホテルに向かいたいと思います。こんな名前入りの何かとかいうの、もうとっくに淘汰されたのかと思ったら、まだ生き残ってるんですね。昔は何だったんだろう、なんかよくわかんないキーホルダーだったけど、今ハンドタオルになってますね。ハンドタオルだったらまだ使いやすいからいいのかな。ジェイコモちゃんないかな。こいつ気持ち悪い。強羅温泉経由。この温泉は飲用できません。微妙に硫黄の香りが。あったかい。かなり気持ちいい。ホテルについて、ウェルカムのドリンクというかお茶ですね。いただきます。じゃーん、今日のお宿です。ベッドルームね、思ったよりもかなり広くて綺麗ですね。で、こっち側にね、ミニバー、ちょっとね、メインの方から行くか。ここがベッドルームで、じゃじゃーん、温泉がね、部屋の中についてるんですよ。まあ、最近のね、高級ホテルっていうか旅館はね、温泉がついてるんですけど、こんな感じで。外冷えるなで、向こうはね、シャワーがで、ここでくつろげますという感じですね。あ、なかなか景色がいい、素晴らしいな。じゃあ中に入りましょう。
ああ、すごい。綺麗だな。本当に広いでしょ、ここ。かなりすごい。広い。で、ここがミニバーで、で、中にね、こんな感じで、お茶、ビールと、左からね、あ、右からビール、お茶、あと、みかんジュースと、ミネラルウォーター。これ自由に飲んでいいらしいです。はい。あと、お茶セットと、ワインセラーがついてる。で、ワインセラー、これはね、有料らしいんですけど、ワインセラー全室完備らしいですね。素晴らしい。ということで、今日は、で、こっち側が、さっきのね、温泉の方から、こっち側からも出入りができるって感じですね。はい。で、ここがトイレ。トイレ。電気消しちゃってた。トイレ。はい。で、ここクローゼットなんですけど、クローゼットもウォークインで広い。すごいな。さすが高級リゾート。お出迎えのお菓子は、金谷の和風チョコサンドってやつと、これはね、パウンドケーキみたいなやつ、ちっちゃいやつでしたね。今日途中で、来る途中に買ってきたスターバックスのコーヒーと一緒にいただこうと思います。いただきます。おいしい。今日のフレンチ、フィレンツェのアミューズがフレンツェの苦い思い出ってなってるけど、どんな思い出なんだろうっていう。ちょっとこのメニューだけだと何も想像ができないですね。じゃあ乾杯。金谷卵、このお皿は卵を置くためだけに穴が開いてるらしいです。これは何なのか正直、メニューの名前からどれか分かりません。フォアグラです。出てきたものの答え合わせができました。和敬洋さん、和を敬って洋を賛美するみたいな感じらしいですね。ということで、いただきます。もう柚子の香りが、大きな皿をふんだんに使ったムニエル、なんかかっこいいナイフが出てきました。この台座は寄木細工らしいです。黒キャベツに囲む隠れて、下にヒレ肉が、あとすごいトリュフの香りがします。西洋ごぼうらしいです。キャベツの下から肉が出てきました。サービスで自家製サングリアをいただきました。もみの木のエキスを抽出して作ったシャーベットらしいです。デザートはティラミスでした。エスプレッソをふんだんに使ったマスカルポーネと合わせたティラミスって言ってましたね。クリスマスの飾り付けがしてあります。はい、今ね、夕飯食べ終わって部屋に戻ってきたんですけど、夕食後にチョコレートと、あとこれボンボンですかね、チョコレートボンボンと、あとなんかカシューナッツのなんかチョコレート包みみたいなのと、チョコレートと、あとね、ハーブティーをいただきました。ただこいつ、なんかメニューにもね、出てきてたんですけど、このイタリア人マフィアみたいなやつ、こいつ何者なんですかね。それ、カネさんなのかな。
どう見てもこれマフィアだけど。ジョン・カナヤさんもかなりマフィアっぽい。ジョン・カナヤなのかな。ボンボンショコラいただきます。メガネ欲しい。美味しい。ハーブティー。この金谷リゾートはなんかお茶にすごい力入れてるらしくて、うん、これ美味しいね。ハーブティー、うん、ハーブティーなんか草っぽい感じじゃない。うん、はい、今ね庭を散策してるんですけど、この夜間のね庭なんですけど、ライトアップされてるんですけど、こんな感じでね、もう道はね全くライトアップされてないので、あのちょっと懐中電灯を借りてきました。めちゃくちゃ暗いんで、もしね金谷リゾート来る方、夜散策したい方は懐中電灯持参がいいかもしれないです。こんな感じで広場があって、そこがライトアップされてて、ちょっとね座ってくつろげるスペースがあるんですけど、今は冬なのでめちゃくちゃ寒いです。で木がねいい感じにライトアップされてるんで、こうやって散歩する分には結構いいですね。あと星がね結構出てて、まあ、ちょっと今だと分かんないかもしれないですけど、結構いいですね。夜の外観です。綺麗ですね、すごく。結構ね正面から見ると結構すっきりした外観してるんですよね。まあ、昼間ね入ってきた時にはそのまま案内されちゃったんで撮れなかったんですけど、金谷リゾート箱根、食後のビールをいただこうと思います。これ1931、これなんだろう、フルーツバスケット1931っていうね、どこのやつなんだろうな、日光ブルーイング栃木県のお酒っぽいですね、ビールということでいただこうと思います。いただきます。今奥さんが外にお風呂入ってるんで、僕はビールを飲みたいと思います。美味しい。はい、お夜食でとろろそば、これサービスでとろろそばがもらいました。それとあとちょっとねおつまみを頼んでみました。お蕎麦いただきます。うんうん、美味しい。うん、とろろも美味しいわ。美味しい。